こんにちは。今回は魅惑の人愛と野心の対立第9話についてお話しします。第9話では委員とカンヒスの関係がますます複雑になります。第9話のあらすじ、委員は王に即位しカンヒスとの約束を破ります。一方カンヒスは委員を倒すために採策として活動を続けます。委員はカンヒスが気待ち霊になったことを知り動揺します。しかし彼女に冷たく当たります。カンヒスは委員に自分の正体を明かそうとしますが、委員は彼女を拒絶します。彼らの関係はますます緊迫していきます。第9話の見どころ、委員とカンヒスの再会シーンでは3年ぶりの再会にもかかわらず彼らの間には亀裂が生じています。過去の約束や愛情が現在の対立と野心によって揺らぎます。カンヒスの正体がバレそうになるシーンでは彼女が自らの感情を打ち明けようとしますが、委員の冷たい態度に遭遇します。彼の心に何が起こっているのかカンヒスも理解しようとします。委員とカンヒスの囲碁対局シーンでは彼らの対立が盤上にも現れます。愛と野心、そして互いへの不信が囲碁の石の動きにも反映されます。第9話の主人公の素晴らしいセリフ、カンヒス、私はあなたを愛している。あなたが王になったとしても私はあなたを愛している。委員愛だと、あなたは私を愛しているのではなく私の王座を狙っているのだ。カンヒス、私はあなたの王座など欲しくない。私はあなたの心が欲しい。委員、私の心、私には心などない。私は王だ。王には心が必要ない。第9話では委員とカンヒスの愛と野心の対立が鮮明に書かれ、彼らの複雑な心情が物語の中心となります。このように第9話では委員とカンヒスの対立と葛藤が一層深まり、彼らの関係がますます複雑になっていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。